とりあえずね、今ね、1時半過ぎなんですけども、昨日トミックと千賀情報が出たんですけども、まあ、生放送見てたけどね、まあ、あまりにも製品情報がつまらなかったんで、昨日浅草先生出てたんで、多分俺の動画、昨日のチャンネルね、グリーンマックスの製品化とか撮ったと、すげえ鉄道系の動画がブラーって出たんでね、まあ申し訳ないんですけど、まあ、うちのチャンネル模型はやるわ、鉄道はやるわ、N ゲージは、あ、競馬やるわで、多分うちのチャンネルね、ほぼひどいんだよな。まあそうですね。まあとりあえずね、昨日浅草通りに出て、ね、生放送に、まあ、その、まあ、蒲田駅で、まあちょうど4時蒲田にいたんで、まあ蒲田でポスター見たんですけど、まあ本当に生放送出てたね、内容しか出なかったんでね、クソつまらない状況でございます。というわけで、じゃあちょっとポスター見ていきましょうかね。そして無駄話が短ければ、この動画、トミデックの方を、まああんまり紹介する内容がなかったんでね、トミックスとトミデックで、まあ大体50分くらいかな、一つの尺でまとめたいかなと思います。まずこちらですね。製品番号97944、JRDD51、愛知県区、さよならかもてる社ということで、まあ愛知県区ですね。まあ加藤が確かに何ヶ月か何年くらいか前にね、確か DD51 確か愛知県区のやつって、何台か出したのかな俺の記憶だとあったんですけど。まあ、それ結果はなかったんですけどね、今年3月12日、定銀行最終日にさよならセレモニーが行われ、その2008列車の、1801型とコンテナ車66年生の先月は記念冊子が付属ということで、おそらくこれはね、紙箱になるのかなと思いますけど、問題なのはこれ16両セットなんですよね。どういう感じ入ってくるかって、多分あれ、あくまでも俺の予想なんですけど、まあ、機関車が入って、貨物が7台入って、ちょっと待ってください、貨物が 7台入って、もしかしたらもう1個のケースに貨物が9台入るのか、下手すら、貨物が10台の機関、貨車6台って感じになるのかなと思いますね。まあ、とりあえず今回ね、新たに、まあ、一応一部コンテナが、まあ、企業品プラスアルファ。一部この辺のコンテナですね。まずこちら。わかんねすぎんだよな、コンテナに関しては。一応このポリスチレン、輸送。そして NRS の日本陸運産業。で、MCLC、JOT、なんかのジュニフィート用、インターフォロー。わかんないけど。この辺のコンテナ6種類が、新規製作ということで、まあ、お値段が高くなっております。まあ、それ詳しい内容を見たときに、まあ、この値段が妥当かどうかは、検証したいかなと思います。そして2枚目がこちらですね。6月と4月から5月に分かれております。まず、営業の方は4月になっておりますが、ところで、今年の N ゲージは、今年のトミックスは、来年か。営業は4月だけなんですね。4月が営業だけっていうか。確かに生放送見てた時に、俺も驚いたんですけど、まあ、確かに66のね、先にニーナが紹介された後に、100万台のこいつらが先駆だったんですけど、あのクソじじいさ、生産の時さ、営業って先に言わなかったんですね。だから、俺も一気にさ、66が4台出るのかなと思ったら、まあ、こっちの方はね、営業って出たんで、まあ、お財布的なって感じなんですけど。確かにでもね、新しい M13 モーターになってから、100万台のこのサメタイプって出てないんですよね。確かね、加藤からはね、どっちかが出てるんですよ。俺それ1台しか持ってないんですけど。ちなみにどっちだっけな。66自体ね、俺そんなに数持ってなくて、あ、これ機関車じゃねえ。機関車タイプはこっちのノート。一応ね、うち今ね、機関車とね、ノート分けちゃってるんですよね。あれ、機関車用のノートがなくなった。オーマイガー。どうしましょう。ちょっとお待ちください、ね。探してくるわ。結論言うとノートなくなりました。いつもね、今ね、新しくリングノートに分けたんですよ。こういうノート。まあ、ちょっと動画内で見づらいですけど。こういうね、なんか、本屋さんで売ってたノートに切り替えたんですけど、こっちはね、電車系の在籍表で、もう一個の方はね、車籍表に分けたんですよ。こっちか。こっちがね、在庫表ってことで、どこの、棚のところに何の N ゲージがあるかって分けたんですけど、ちなみにね、まだ全然終わってないんですけど、こんな感じ。まあ、ゲージ切ってないんですけど、ちょ、品番と製品名だけ分かりやすいようになってたんですけど、もう一個ね、確かね、ピンクとオレンジ買った水色かなんかでノート買ったんですけど、なくなったわ。おかげで今ね、車籍あったんですけど、古いやつ。機関車に関してはね、もうね、字消されちゃってて見えないんですよ。一応、一部のデゴイチとかが見えるぐらいで、これはね、ほぼほぼ無理だ。一応ね、でもね、見た感じ、66として読めるのが、そうっすね、ほとんど読めねえな。多分ね、ノート捨てたってことはないから、どっかに紛れ込んだんですよ。でもね、一応うち、ここいつも作業状態とか動画撮影するんですけど、ここの後ろの N ゲージのところ、なんかここにもメトロとか形成コーナーなんですけど、そこに置いてるはずなんですよ、基本的に。後ろを見ても見当たらないんですよね。完全にノートがなくなった可能性が高いんで。消えるって感じなんですけど、まあしょうがねえわ。多分ね、俺の曲なのは、加藤の66が1、2台かな。ブルトレのヘッドマークついてるやつかなんか1台持ってるんですよ。で、トミックスのはね、ジャンクだけどサメかなんか持ってるんですよ。それぐらいしかちょっと記憶にないんですいませんね。まあしょうがねえわ。まあでも、どちらかというとね、この前期型の丸めの方が好きなんですよね。一応まあ一応ってことで今回、まあそうですね、いつからかは2種類しか出なかったんですよね。昔なんだっけな、3段階ぐらいあったはずなんですよ。トミックスの一応って。
まあ、今回はね、ノーマル品とプレステージモデルの、まあ、それぞれしか出ないんでね。まあ、巨版は小通で、選択式のメタル電子シートということで、まあ、出ますけど。まあ、プレステージモデルのみね、組み札はついた。パンダグラフ各種3、ワイパー、開放的か信号変換、エアホース、金属製で、まあ、装着済み予定と。うん、まあ、そうですね。まあ、トミックスの一応、まあまあいいお値段しますからね、プレステージだと。まあ逆にだから、トミックスの H を見た後、加藤の H を見ると、北斗星とかめちゃくちゃ安く感じたんですよね。確か北斗星なんか4両セットで5万とかそんなもんだった気がするんだけど。もうちょっとしたっけ。結構ね、加藤はね、最近 H を全然出てこないから、まあパイスとか5等ぐらいしか出てこないから、ね、ちょっと寂しいですけど。そして、こちらですね。まあ昨日か。5月、やっと出ることになりました。E66 のニーナですね。車体側面、袖部分の、交番が撤去され、メーカーズブレードが移設された姿を新規制作。スカート MR 缶付きに改造された姿を新規制作。で、ナンバープレート、別パーツで付属。これぐらい付けてもいいと思うんですけどね。で、ダミーカプラ、まあ、自伝型と、R 付け付けますと。で、続いて後期型のこっちなんですね。今では多分50万台とかしかそんなに残ってない気がするんですよね。あれ、50いたっけな。昔ね、50は見たことあるんだよな。昔とかね、ちょっと前にね、ニーナの撮影行った時にね、50かなんかが来た気がした。ちょっと待ってくださいね。画像を探しましょうか。ただ今の貨物の設定とかね、あんまり分けてないんで。貨物、分けられてなかった。ちゃかじゃん。ちょっと待ってくださいね。カメラだけでね、画像が4800枚ぐらい入ってるわ。ほとんど京急とかだ。ウケる。一応ね、前回の相鉄の講習数もまだこんなに入ってるわ。というわけで画像が出てこなかった。確かね、そんなにまだ残ってないんですよね。で、まあ、こちらも、腰盤が撤去され、メガズブレて一斉された方。で、まあ、使用してと。あ、ごめんなさい。ちなみにナンバーこっちですね。26、30、33、36ですね。あれ、50ってなかったっけ？まあ、いいや。確かね、ニーナかなんかがね、もう3、4ヶ月ぐらい前かな。確か、すっげえ朝早い時間帯に、関東のこっち来るって言うて、俺確かね、1回だけね、川崎新町まで取りに行ったんですよね。始発の南部支線乗って。その時にね、ニーナしか撮ってねえか、俺。そうですね、その時撮ったのは66はニーナと、あれしか撮ってませんね。オーマイガー、まあいいや。まあ、そうですね。まあ、今回ね、M13 モーターに採用プラス、まあ、新しいってことで、ね、まあ、品番も7000までになってるんでね。まあ、一応、ポポンデータとかでも一応新規設定にはなってるはずだと思います。で、今回それはね、クーラーが、今回変わっております。で、これなんかね、加工品と違ってなんか1個ね、品番潰されてるんで、今回このね、6062買う人、まあ、既存製品の方はね、合うかどうか変わりませんので、ちょっとその時ね、ご理解の方をご注意くださいと。じゃ今ね、ちょっとどの66が在籍してるかちょっと確認しますので、お待ちくださいね。確かね、誰かいたはずなんだよな。車両一覧表。6666。ね、ごめんなさい。はっきり言うと0番台全滅しろ。ニーナ以外いねえや、今。あと100番台が、104が欠番の、それぐらいですかね。だから今もう初期型いないんだ、1台目。あらま。あらまとしか言わねえわ。いつ廃車になったんだろう。ちょっと待ってくださいね。確かね、50がなんかね、見たことあったんだろう。わかりやすい番号だからさ、つい覚えてた。あ、ごめんなさい。50ブルトレキだ。ブルトレキだからじゃ何かの時のやつかな。ちょっと覚えたくてすいませんね。なんかでもね、このタイプね、一回で見たことがするんだよ。まあ、最近見なかったんで、面白い。多分ね、川崎新町でも撮ってる時見た気がするんだけどな。まあ、気のせいかな。一応こちら、A 帳なんですけど、まあ、製品が決定ということでね、なんかこれだけ出ておりますが、値段まだ載ってないんでご注意ください。で、続いてこちら、ハイブリッドディーゼルカーでいいのかな、これ。まあ、一応 GV EFX ってことで、まあ、ディーゼルカーってなると、多分ハイブリッドかなと思うんですけど、まあ、いいや。品番、98,104 と98,105ということで、まあ、それぞれ2行セットで入るみたいです。側面からグリーンランスの、シャパンはインデタ、テートでテレビと、白色 LED の点灯で、セントなんか、あ、全部表示か。で、電カプラ13、M13 も出さないと。そうですね、こちらって何メートル級なんだろう。パッと見20か。まあ、新潟とは北色の、なんか新しいデータが出るみたいです。一応、今回 N ゲージに関してはここまでなので、じゃあ、興味があるやつだけ、ちゃちゃっと見て終わりにしたいと思います。ちなみに、ここまで約10分か。まあ、一応ハイブリッドとかもね、チャラッとは見ますんで、ね、ご了承ください。てかね、今回一応発売が5月なのでね、ご注意ください。そうか、ディーゼルカーは6月か。あとちなみに出荷情報も出てますんでね、それも最後にアナウンスしたいかなと思いますので、5月と。ね。まずこっちか。さよならカムセルシャこちらっすね。多分ね、紙箱になるとは思うんですよね、個人的に。お見事、紙箱っすね。
すげえな、付属品の数が。一応こちらですね、入ってるのが、ナンバーとメーカーズブレード、ヘッドマーク、貨車搭載用固定パーツ、ハンドル反射ゴム、サンタのアンテナ材質、すごいか、アームカプラ、ジュンガティーのダミカプラ、ダミカプラ、ウェブ、エティッシュ重視を出しと。で、車両入ってるのがこちらですね、1801のあと、後期104の1106、107、104、104、106、107、106、107、104、104、あ、疲れた。で、後期200が2台の、後期107が2台と。一応こちらですね。特徴、DT50 の定期化を持つ SUV セレモニーが行われた、四日市稲坂の2080列車、17世再現。UH17、UP3C、UT11K の2種類、そして ISO 機構2種類単コンテナ2種の計6種を新規製作で再現。後期200車体側面に手ブレーキ開放装置が追加された姿を新規製作。そんなのあるんだ。で、後期107、後期200のアンドラベスパー属、赤色の反射板が付属、19DG、20D、20G コンテナ、これらは新設見ということで、こういう感じか。で、詳細画像がこちら。こっちが機関車側から1、2、3、4と。てか、あれなんですね。ずいぶん JRF マーク外れたんですね。てか、面白いのさ、4桁じゃなくて、2桁のさ、初期品のさ、貨物列車もさ、もう今じゃ JRF マークないんですね。なんか寂しいよね。俺はどっちかというとこの JRF マークある車両の方が好きなんでね、個人的に。で、今回これが新規製作のなんかホッパーコンテナみたいですね。ホッパーかなんか忘れたけど、なんかコンテナみたいですね。これ1枚画像飛ばしたっけ？飛ばしてないか。こっちはそうか、所詮の19、いつもの既存コンテナが大丈夫か。で、こっちが国200の、コンテナが NRS が、2種類か。で、こっちがなんか、なんかコンテナにすると JOT もろもろと。まあそうですね。面白いとしてはあるんじゃないですかね。まあ、個人的なことを言うとね、まあ、この車両にじゃあ果たして6万5千円の価値があるか。じゃあちょっと検証しましょうか。一応値段に関しては、トミックスの既存品からの、まあ、抜粋の値段でいきたいと思います。まず DD51 ですね。これ確かね、先月ぐらいに1000円くらってるはずなんですよ。8000円かな、確か。確かね、俺の記憶だと8000円ぐらいだった気がするんだよな。なんだっけな。サクラの方の所属機と、イズムのやつ。確かそうだった気がするんだよな。サクラとイズムはどこだ？あれ？なかったっけ？あ、これっすね。ごめんなさい、ヨナゴか。団地型のサクラとヨナゴ運転手。まあ、これが税込み9200円。そして、続いてコキっすね。まあ、コキはね、基本的に、200もね、あの100、あの100系列も基本的に値段変わらないので、もうめんどくさいんで一律計算します。まあ、コキ16台。これがまあ定価1000円なので、あれ？合ってる？ 1、2、3、4、5、6、7、9、10、そうですね。まあ一律、まあ税込み1100円なので、いくらだ？ 1000 円かける1万6000円だから1万7600円か。コキが1万7600円。で、続いてコンテナですね。確かね、トミックスのね、こっちのね、タンクコンテナは確か2個で3000円だった気がするんですよ。NRS だっけ？なんか NRS とか JOT のコンテナがね、ちょっと前に発売されたから覚えてたんですけど、確かに3000円ぐらいだった気がする。3000円ってか2700円だっけ？値段。確かね、2700円ぐらいだった気がするんですよね。あ、そうですね。20フィートコンテナは2700円なので、まあ、これ覚えておいて。で、普通の 19B コンテナとか 20C コンテナ、まあ、参考で700円なので、まあ、その辺は、まあ、お湯の値段でいきましょうか。というわけで、770円の2600円じゃか。これ、メモしとかないとバカだか忘れるんですよね。ちょっと紙がない。まあ、どうせ直近計算で動かないから。まあ、無駄紙使いましょうか。というわけで、そうですね。じゃあ、いきましょうか。というわけなので、まあ、こちらの、19名だったんですね。まあ、この辺は、まあ、一応、フルコンで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11台か。まあ、11台に乗って55個なんで、まあ、仮に55個か、中途半端だな。まあ、その辺はおまけも考えて、18×770。そうですね。まあ、一応、あ、でもそっか。こっちの2個が中途半端にあるから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。55、56、57、58、59、60か。60なんで20でいいかね、めんどくさいから。一律。で、一応、20にして。で、続いてこっちの、ホッパーコンテナですね。ホッパーコンテナは20フィートコンテナ。もうめんどくさいんで、一律同じ計算で、1、2、3、4。4.5か。そうですね、4.5っすね。というわけで、2640×4.5。それとなんか、この12フィートのちっちゃいやつか。まあ、これも一応、まあ、特急品扱いだから、まあ、しょうがないから500円で計算してやろうか。一応ね、ちなみにこの時点で、大雑把な計算でお値段54,580ですね。だからね、まあまあ、妥当な金額なんですよね。まあ、1万円がどっか行っちゃったのが、まあ、それが多分、シャバン印刷済みの古希とかの違いだと思うんで、面白いんですけど、まあ、今のところ確かにね、確かにね、俺の記憶だとね、古希なんだっけな、性能コンテナとかか、性能のコンテナに関しては、古希2台セットか4台セットで、シャバンバラバラってやつあったんですけど、あれだと古希いくらしたっけな。ちょっ
と、俺、あれ、性能込んだら買わなかったの覚えてないで申し訳ないですけど。まあ、そういう感じで、まあ、シャマガチ別でちょっと高かったりするんですよね。まあ、だから、しょうがない気がするんです。まあ、しょうがない気がするんですけど。まあ、そうですね。あと、なんだろうな。まあ、一応、大雑把に計算すると、これぐらいがね、妥当な金額だと思いますんでね。性能の方見に行ってみようか。性能が確かね、貨物4台貼って8000とかだった気がするんだよな。だからそんなに対してね、差はなかった気がするんですよ、当時。確か4台で8000だった気がするんだけど。覚えてないんだよな、あんまり。そしてセットがなくなった。あれ性能コンテナってなかったっけあれ。多分ないことにされてね、これ。あ、こっちなのか。めんどくせえなぁ。いや、でもねえな、ぱっと見。そうっすね、ぱっと見ないっすね。こっちの方見ても性能コンテナ付きって記載がねえんだよな。増備型、タキコキ。コキ、タキコキ。あれねえな。あれ、じゃあヤマトでいいや。ヤマトで、これヤマトの時に。僕、確かね、性能コンテナセットあった気がするんだけどね、記憶にないんで申し訳ないですけど。個人的に俺らにはね、コキ105が欲しいんですよね。コキ105確かね、2両1ユニットなんですよ。だからね、あれはね、結構ね、融通効きやすいんですよね。とある列車作るときに。そうっすね、ないので、ちょっと申し訳ないっすね。でもね、コキ100、203のね、4両1ユニットもね、悪くはないんですよ。ただ値段値上がったな。なぜかわからんけど、値段が1回値上がってますね。ないな。ちょっとこっちで調べてみようか。確かね、性能コンテナあった気がするんですよ。確かね、当時4両セットで8000円だった気がするんだよな。自分が買ってないやつはね、あまりにも関係なすぎて記憶がないんですよね。あった。性能員の車両セット、あ、ありましたね。コキ107型か。品番がね、8731だ。あ、ごめんなさい、ありましたね、ここに。この時、車両セットがこっちか。ごめんなさい、1万1000円か。4台だからいくらだ。11,220 円割る。そうかさ、ポポンだったことで予約するとこんぐらいの金額だったのか。読んで、計算すると字が汚くて計算しづらい。1両だいたい2805円。そして、まあそんな中途半端な気がしますね。2805円なんで。コンテナがいくら？コンテナの金額が、なんかしょうもないことに時間使っていけるけど、まあいいや。確かに、ね、デカコンテナって2個で1100円だった気がするんだよな。フトライナーとかだっけ？フトライナーだっけ？なんだっけ？あの、忘れたんだけど。30フィート。あ、これ30か。あ、いや、スーパーグリシャトライナーが2個で1320円なんで、まあ、4個で、5,208円か。引くと、あ、そうです。1両2805円で、コンテナが1320円なので、まあ、コキが1両あたり5841。まあ、1485円か。そうです。だから、車番がつくとちょっと高くなるんで、それをさっきの金額に考慮すると、1485×16 台。まあ、それするとね、値段が6万740円なんで、まあ、ヘッドマークついたりとか、まあ、付属品が多すぎたりとか、そうですね、そういうところになるんですかね。まあ、今回じゃね、ヘッドマークも、2種類だけ確か使うはずなので、そうですね。まあ、確かにコンテナは確かに、ね、トミックスってね、コンテナ用のウレタンがあったかどうか記憶にないんですよ。カトも確か出てるはずなんですよ。その点が多分ね、どうなるか。だから、まあ、例えば、トミックスじゃねえ、加藤だったら、確かコンテナ積載用とコンテナ積載、しない用で、確か24両とか12両とか入るケースがあるんですよ。まあ、そういうのに入れ替えるのもありかもしれませんけど、今回。そうですね、まあ、まあ、反射満足したり、まあ、いろいろついたりすること考えて。ただ、まあ、古希の場合ってね、無駄な単品プラケースがさ、1個ずつつくんでね、その点考えると、まあ、ちょっとぐらい予算はね、安くなると思うんですけど、まあ、所詮今回、ブックケース2個だと思うんだよね。だいたい寝台列車だと機関車1台入って、まあ、ブルトレだと客車が5台なので、まあ、5台入ったとして後ろが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11台か。まあ、11台だとすると、まあ、ウレタン新規設定とか、多分10台ぐらいだったら、ね、普通のウレタンできると思うんで、だから付属品がこれ結構ついちゃうんですよね、この辺がブワーって。
この付属品がどんだけになるか。まあ、正直に言うと、ナンバーとメーカーズプレートみたいな、まあ、ハイグレードではないけど、高い韓国品なんでね、それぐらいつけてもよかったと思うんですけどね。まあ、しょうがない気もするけどね。まあ、これ買う人いるんですかね。俺は買えないよね、さすがに。で、ニーナさん、聞くか。ちなみにね、面白いもの見せてあげる。面白いもの見せても大丈夫か。イェイ。昨日ね、予約しました。ラピートと、南海2種類と、ニーナと、もう1個の方で、クーラー予約しました。イェイ。まあいいや。じゃあ、ニーナ行きましょうか。2021現在、0番の本当はニーナのみが現役で活躍しました。ちなみに今日ニーナどこにいるんだろう。ちょっと前にね、大阪の方にいるって運用はね、見たことあるんだよ。かもちチャンネル。スイート。ちなみに今日ニーナはね、22列車ってやつに入ってるわ。A22 運用。ちなみにこの A22 運用は、ああ、隅田川から新鶴見東京列車だ。マジか。行けばよかったな。失敗した。ってことは今東京ターミナルにいるパターンか。A22 列車の後入った列車は、まあ、基本的に変わらなければ明日は A23 運用か。東京ターミナル発新鶴見駅。その後が A24。まあ、そっか、土日休むからどうなるかわかんねえのか。そうね、ちょっと土日休むんだ。新鶴見発稲沢駅か。わあ、もう一回だけニーナ見てえな。まあいいや、そんなこと言ってて。まあニーナっすね。一応今回こんな感じ。車体側面部の、まあこれ辺言うんだけどいいか。まあ上手の時は LED の、ジェラフラマーゼミテシー別パーツ、まあダミーカプラとか。まあ今回別に俺ダミーカプラつけずに、加藤のナックルカプラ標準装備に変えちゃいますんで、ね。一応クーラー PC6060 に、まあ使われますので、こっち。貢献の更新車。これ2000、あ、ごめんなさい。30号機か50じゃなくて。2018年作の中で作し、30号機に対して全機種消滅。まあ50じゃなくて30か、しかも3年前か。だいぶ違ったね。まあこちらも、まあメーカーズプレートがもろも、まあこの辺だから、ほとんど共通作業かな。で、ナンバーが26、30、33、36ってことでね、複数作りたい人はまあ4台までならいけますと。どうせだったらね、加藤からニーナとか出たらね、そっちで欲しかったんですけどね、まあもうしょうがないんでね。まあ確かにニーナに関してはトミックスがね、66の確かなんだっけな。ボルトレキかなんかが出てるんで出せってたら出ましたね。まあちゃんとやらかしました。で、続いてクーラーですね。これ今回新製品になっております。どこに書いてないかな。一応ね、これ画像が消せんって書かれてるんですけど、なんかね、今回ね、品番が1個潰れてるんですよ。そっち出すか。確かね、品番がね、6059だかなんかっていう品番がね、潰れてるんですよ。ちょっとそのデータだけ出しましょうか。あ、こっちか。一応こっちですね。ごめんなさい、こっちですね。6056の、旧製品は生産中止になりましたね。一応、過去の旧製品。使えるかどうかわからないですけど、一応6062が一応今回プロタイプで出ております。まあ、ただ正直なんですよ、ボディは一応今回66、まあ、メーカーズプレートが移設されてるんで、おそらくボディもね、多分、あれなんだよな、新規設定になるはずなんだよな。あ、そうですね、やっぱり新規製作なんで。そうなるとね、まあ屋根は共通になるのかどうかなんですよね。多分66とかって屋根がスポッと外れる気がしたんだよな。一応こっち、過去品2170、74、51、79、この4種類に関しては、まあ、販売中止になりましたと、生産中止か。まあ、ご注意くださいと。そうっすね。まあ、一応、まあ、メーカーが今回ね、スカートとかクーラー出ますよって言ってたけど、生放送これちゃんと見てたんだけどさ、一応、ほとんどは。旧製品に使えるとはね、あのおっさんたち言わなかったんですよね。そういうね、大事なこともね、加藤とかって結構言わないところが多いんですよね。あれ、一会社としてどうなのかなってたまに思うんですけど。まあ、とりあえずね、ご注意ください。そして戻りにちょっと。まあ、一応ね、今回このクーラー、全部で4個入ってますんで、とりあえず2両用かな。だから本当に俺みたいにニーナと、更新車、が1個ずつ欲しいって方はね、このクーラー1個で足りますんで、ね、まあ、紛失と、破損にはご注意ください。そして6月ですね、ディーゼルカー、今回本当に4月が延長なんですね。寂しいね。まあいいけど。以上ですね。あ、ごめんなさい。GB200 ですね。これ誰なのかな、俺詳しく知らんですよね。一応2019年か。発電機、発電機のモーターとそれで、電気式のディーゼル、ハイブリッドジョブか、本当に。赤のドットライン上に配した、黄色とピンクの、新潟色か。宇都本線、新津本線、舞坂線、磐越西線で活躍してる。磐越西線すら赤べえか。まあ、2両で行きましょうね。室内と標準装備ってわけではないのか。あ、そうですね。
ってことは20メートル級のちゃんと施設なんだ。初めて見た。こういうのあるんですね、今。まあ一応、パーツフォロバック、ゼミ表示、シャバンとかついて、まあインネタとか。まあ一応こんな感じ。黄色とドキピンク色、赤色と灰色と2色。全面が側面ガラス、グリーンガラス、シャバンの選択式。ツーテラルと、オースイッチ付きの、白色 LED の、選択肢のシールか。ディティールカプラー、ヒルズ、リフレーズ付きドルゲート。まあそれは担当運転できるから、それはフライフル、あれだな。で、なんかさ、そういや、生放送見たんだけどさ、中央線ってなんかどれくらいと別で出るらしいですね。だったら思うんだけどさ、あの4両増結セットでさ、モーターありなし分けた方がよかったんじゃね。したら俺モーターありで買ったわ。じゃあこちらが、どっちだっけ。秋田省か。こちらは、青と白のグラデーションを入った秋田省。秋田地区の津軽線、五能線、大本線か。そか、五能線ってそっか、キハ40系列引退しちゃったのか。うわぁ、寂しいね。なんか昔やっぱり五能線って言ったらさ、キハ40系のタラコ食とかがさ、あと、なんだっけ、リゾート白髪か。古って言われるの。まあ一応こちら、その青で、青のグスメと秋田食と。てか、個人的なんだけど、秋田食ってピンクじゃないんだ。あれ確かさ、4、なんだっけな。701系とか700、あの辺って確か、秋田食って俺ピンクだった気がするんだけど。違ったっけあれ。確かなんだっけ、盛岡食が紫で、秋田食がピンクだった気がするんだよ。ちょっとあれなんですよ、秋田食が青になったんですね。面白いっちゃ面白いね。まあ、これでもね、グリーンガラス採用の、まあ、さっきのやつを、基本的には変わりませんってやつですね。まあ、一応今回ね、ミックスに関しては、まあ、そうですね、この辺までが、一応新製品にはなっております。で、ちょっと、最後、出荷情報ですね。こちらの内緒から、テックステーションの方を移りたいと思います。来週の金曜日ですね、付けで発売予報が出ております。特別学院790カ所のアンビシャスジャパン。まあ、側面の、ね、アンビシャスジャパンのロゴが印刷されてるかどうか、ちょっとね、未定なんですけど。これなんですよね、中間車の一部に円形のマークを表したけどね、先頭車はね、装飾印刷済みって書いてあるんですけど、側面に関してはね、あの丸いやつがね、装飾済みかどうか記載がないんですよね。俺、これインネタだったら多分ブチ切れる自信がある。多分ね、本当ね、もう二度とね、トミックスでちゃんと名前をね、言わない自信があるわ。でもね、そうですね、転写シートを見るとね、シャバン等って書けたらきついんですよね。中にはさ、あの、なんだっけ、所属表記が115系みたいにあるんですけどね。まあ、今回の場合、ハイグレード700系のトミックス製品って俺もあったかな。ちょっと待って。本当、俺ノートどこやったんだろう。まあ、ブルトレッキとかだからさ、まあ、なくて意味がないって言ったら、まあ、叩かれてたけど。あったら欲しいんだよ、あの車席を。ね、700系シートアスで見ると、俺ね、トミックス製品そんなに持ってないんですよね。一応、0番台に関しては、東海車に関しては、ね、一応、加藤製2本と、そうですね、一応、アンビシャ、まあ、さよならのありがとうか。ありがとう、700系だけど、どうだったっけな。やべ、記憶にね。あと、3000番台のね、西日本車は1本しか持ってないんで。まあ、これで一応、うちは東海車が4本、西日本車1本か。なんか、きれいに分かりましたね。で一応、遅れてたら雷鳥ですね。雷鳥の、2100番台、こちらの方も、出荷されるみたいです。やっぱり個人的にね、黒はね、小窓車なんですよね。あんまりこのね、大窓のね、黒って見たことなかったんですよ、やっぱり。まあ一応、それがね、七木三蔵、あれ、合ってるっけ、七木三蔵あ、ごめんなさい、あったんですか、七木三蔵、四世か、四蔵四世か。まあ出るみたいです。あ、ごめんなさい。基本セットピコチか。サンリオセット。まあ一応、これに関しては従来のあの、なんだっけな、ハイパー、スーパーライチョとか、その辺とまあ、確かに、そうですね。セット構成は変わんない感じですかね。ちょっとあの時って、七木三蔵三世四世なんかあったっけ？記憶ねえんで申し訳ないですけど。まあ、俺、これに関しては確かにライチョしか持ってないですよね。あのライチョの時は確か、5両の4両か。綺麗に、あ、554か。あと、山手線、そしてベーシックセットのワム58万。これ黒貨車？あ、白貨車か。で、タム500のシルバー。これはタンク車。あ、そうですね、タンク車ですね。この辺が、後期106出るのか。あー、マークなしか。まあ、後期106嫌いではないんですけどね、どちらかというと後期104とかなんか好きなんですよね、青色の方がね、個人的にはね。まあ、今度一応新品でもしね、タンク車が出れば、まあ、タンク車じゃ、コンテナ車が出れば、俺ね、一度でいいから抜けてて箱買いしてみたいなと思うんですよね。あれ？あ、ごめんなさい、これ10月分か。俺週20分だったから来週分かと思った。で一応10月19日ってことで、まあ来週なんですけど、再来週の方に関してはね、まだまだ出てないんですよね。ちょっと確認するか。じゃあね、日付が、あの、発売日が確定したやつって、ここに記載がされるんですよ。こういうふうに11月11日とかって。昨日か。確かにちょうど俺、グリーンマックスの時さ、あの、メーカーが土日に製品カップ、あの、製品化じゃない、発売日が多分出んじゃないかって、本当に出てたんですよね。昨日気づかなかった。一応そうですね、ディーゼルカーとかの、これ、タラコショッカー。あ、違った。あ、確定しようか。まあ、この辺がまだ一部、発売日が残ってるので。あ、これ全部暴走当選。外暴選。お前知らないんだよな、俺このタンク、あのディーゼルか。
個人的にさ、川越線、川越線じゃねえ、八甲線じゃねえ、相模線か、相模線の方からかに、面白いからアリゲーターの曲なんだけど。で、北海道のキハ40。この辺もまだ、とか、これちょっと遅れなかったんですね、キハ40。6月に新鮮発表されてから全くだ。で、臨海線も遅れてない感じか。そうですね。まあ、だからこの辺がまだ発売日決定しないやつがあるんで、ね、ご注意ください。一応、そうですね、まあ、200系新幹線の一部とか遅れてますんでね。まあ、多分俺のあくまでも勘だけど、来年のね、4月までは多分 NK で遅れる気がするんですよね。まあ、常磐線みたいにね、一発 KO ってやつありますからね。びっくりしたわ。確かにね、俺もね、京浜東北線がね、一発2ヶ月くらったんですよ。確か2ヶ月かな。3月だったのがね、5月かなんかに一発、5月か4月かな。なんか一発で2ヶ月にしたんですけど、今回の序盤一発3月ですからね。これは初めてなんですよね。あ、ちょっと待って、なんか動画で出ていけないもん、ちょっと待って、おぶね。ちょっと待って、手切ってとかと思った。おぶね。失礼しました。本当に失礼しました。ちょっとね、これね、新製品がね、これ出ちゃったんで、出てないんですけど。しかも、常磐線ね、当時3ヶ月チェンジしたんですよ。あんまり最近ね、俺もチェンジ本バカバカして取らなくなっちゃったんで、自分が関係ないときは。まあ、申し訳ないですね。というわけで、じゃあ次、テックス選手行きましょうか。テックス選手じゃない、トミックスか。ごめんなさい、バカラトミーか。トミックス、トップ、バカラトミー、ごめんなさい、なんか変なこと。こっちっすね。次に、じゃあ、ポスター行くか。一応、ポスターが、こちらっすね。今回こちら、まず145、今回これ、3月、4月に分かれてますんで、まあ、4月ってもね、こちらの変なバスだけか、4月なだけです。まずこちら、センダル曇る来るということで、今回多分3回目かな。確かに昔ね、鉄これ第何弾で出た時に面白い話題が出てたんですよね。この曇る来るだけ車体が短いから、重り測れば分かるなんですよ。確かね、そういう意味話題が出た気がする、当時。で、その確かね、緑色かな。確か緑色の100、あの、この曇るたちみたいなやつ、一瞬ね、確か2両入りが出たのかな。多分これ今回俺の記憶が3回目だと思うんですけど。まあ、今回じゃあ京都自宅使いにて、提示された編成の、原稿の姿専用化ということで、まあ、出るみたいです。まあ、一応ね、動力も曇る来る専用品があるんで、ご注意ください。一応今回、さよなら、マークも、まあ、シールにて出てることで、まあ、出るみたいです。まあ、そうですね、悪くはないのかですね。で、こちら、JR120 の件、姫新線か。俺、これ間違えて、新線するんですね。あれ、姫新線だっけ。確か、加藤がね、加藤が確か今月か、単独運転用の姫新線出したのか。まあ、これ一応2両1ユニットタイプだと思うんですけど。確かに加藤が出したやつ俺単独運転用だと思ったんだよな、俺の記憶だと。あれ違ったっけ？あ、そうですね、加藤のやつは単行運転用っすね。お前一番いらねえ。間違えないのもしてた。確か単行運転で間違いなかったと思うんですけど、どこだっけ？あ、こっちか。122だから形式は？あ、こっちだ、こっちだ。あ、形式は若干違うんですね。一応こちら、今回加藤が出したのが122系の単行運転ができる姫新線。一応122の2と5。そして今回、バカラトミーから出る方が、こちらですね。127系ということで、まあ、ちょっと違うみたいです。まあ、2両セットということで、出るみたいです。そしてこちら、阪神電車はもう501型、の500号車と501号車、それぞれ出るみたいですが、なぜ501号車を後にしたのかわかりません。まあ、一応、ひし形オレンジと、ごめん、雲形オレンジか。雲形オレンジと、雲形イエローということで2種類が出るみたいです。そしてこの辺はどうでもいいかな。そしてこちら、来年4月か。キャプテン翼ラッピングということで、東京都バス。と、京成タウンバスの京成タウンバスの延長バージョン。アホらしい。アホらしい。というわけで、そうですね。まあ、曇ると来る阪海電車とか、この辺の、鉄これだけ見て終わりにしましょうか。あまりにもね、バスコールは自分が興味ないとかね、しょうがなさすぎてね。アホらしくて、こっち。確か今日ね、浅草線ね、品川発のね、普通列車運用がメインで今寝てんのかな。確かね、俺の記憶だとね、10時半頃浅草線ね、馬込で寝るダイヤだったはずなんだよな。さあ、どこだろうな、ポチッとな。まあ、午後出港ドローンダイヤ入るかなんですよね。京王線、東京菅間の下り列車一部列車に遅延と運休、何やった？武蔵野線で何かやったのかな？外房線かな？うわぁ、すげえ。まあ、すげえ先生だけど、京王線、西船橋、南船橋間か。沿線火災の影響で上下線で見合わせ、どっかの上下線で見合わせ、運転再開、一部列車に遅延。一応、東京菅間の下り線で一部列車に遅延と運休が発生。しょうがねえわな。ちなみに今日、丸さんじゃない、清さん14か。大本用に入ってたんですね。一応今2時15分なので、かずさ一宮に2時31分着だ。まだ浅草線だ。浅草線の俺の曲だったね、今日ね、寝るダイヤだったと思うんだよな。10時半頃かな、確か。確かね、品川から高砂まで普通列車で行って、で、その後ね、ほんと、自社線内普通運用しかなかった気がするんだよな。あったあったあった。あ、そうですね。高砂まで行って、品川から高砂行って、西孫行って、仙岳で重複して、押上重複して、仙岳3複で10時50分に寝てますね。まあ、しょうがないか。
というわけで、じゃあ、さすがに、クルから行きましょうか。こちらですね、2021年度引退予定の、京都坂を先でさよならクルクモルということで、出ますと。シャバンも多分それになるんですかね。シャバンだからどうか分かりませんけど。まあ、相変わらず相当連結機は再現いたしませんので、ね。確か、クモヤとか一部さ、相当連結機があるんですけど、あんまり心の目が再現しないんですよね。だから、まあ、加藤のやつ、裏からビス止めするしかないんですよね。まあ、トミックスのね、相当カップラーやるか、俺は正直言うとね、加藤の相当カップラーな、ふっくらし、あれ結構ほんと優秀なんでね、どっちかというとあれをお勧めしますからね。まあ、多分あの加工動画、俺今あるかな。昔結構ね、加藤のふっくらしの相当カップラー、ティーヌカップラーに無理やり連結できるって、思うなことやってたんですけど。まあ、ただ、あれやっちゃうとね、相当、なんだっけな、フック付きの、まあ、もともとフック付きのカップラー連結できるんですけど、やりすぎると、まあ、なんだっけ、相当カップラー同士も連結できるから、すげえ、ほんとミニ単位の出世なんですけど、ちょっとやろうかな。クモロ買ってた。いや、単位4000円するんですよね。一応、ドルケニットね、このクモロ専用の、TM24、採用されております。で、走行パーツ 03R、パンタグラフ PS16 と。これさ、面白いのさ、両方にモーター積んでみたいよね。確かね、クモロ来るってモーターがね、ここなんですよ。運転台部分にモーターがガポってはまって、ここの床板ね、多分ね、変なやつなんですよ。だからね、両方にね、2M っていけるはずなんだよな。ちょっと待って、TM24 か、ちょっと後で見ていこう。まあ、一応こちらですね、クモロ1000、クモロ145、1015と、クルが見えん。キュッ。見えん。まあ、一応あれと。TM24。TM24。確かね、TM24 ってね、クモロ専用だった気がするんだよな。これ。確かに、だからね、やろうと思えば、2M モーターがいけるんですよ。TM24 とか。よっ。動力ユニット。えぇ、ー、失礼しました。TM24、あ、これですね。17メートル級 N。そうそう、これなんかね、やろうと思えばね、2M いけるんですよね。やったやついんのかな？ちょっといたら見たいよね。クモルクルにそれぞれモーターなんてさ。まあ、バカじゃねえのって言われそうだけど。まあ、バカなことをやるのが俺なんでね。失礼しました。なんですよ、まあ、男の子はね、バカなことやってることが多いんでね。まあ、男の子で逆にバカなことやんない子は珍しいと思いますからね。今の子はわからんけど。で、続いて、フェミシン戦か。こちらですね、キハ127系のフェミシン戦と。てか、あれですね、本当単語運転から両運転台に変わるだけで、だいぶ名前変わるんですね。姫新線、姫路口高速化事業に対応、鉄道コレクションの戦略機動車、900弱に寄せての発売ということで出るみたいです。顔はこれ誰に似てんのかな？なんだろう、パッと見225系みたいな顔してんだけど、なんか223系にも見えなくないんだよ。わからん。あ、ごめんなさい、ほんとに223系って書いてあった。姫新線、ここにいるのわかんないけど、姫路間を、臨む姫路から、西洋津山経由で新見から白尾線に接続する、かつはユーロート区間を運行された路線と。2010年頃の高速化、行為ともに、機械127系が対応したりして、それを個人的に導入。2009年3月に展開し、全面の支出、印象は223系電車に準じた、近代的な雰囲気を持ち、ローカル線の起動車で、占領された前と。今回、2両セットの発売ということで、車番は書いてないのかな。見えねえ、全然見えねえ。画像拡大するとね、ちょっと画像が先生なのでちょっとお時間かかるんですみません、ね。ああ、多分見えねえっぽいな。行き先はね、ワンマン姫路って書いてあるの見えるんだよ、ギリギリ。シャポンはダメっぽい。申し訳ないですね。で、続いて半回転車。ごめんなさい、モーターパーツ言うの忘れてた。こちらですね、モーター 20.5 メートル級の、品番が16、走行パーツはいつもごとく、グレーの07が使えますということで出ております。じゃ続いていきましょうか。すいません、声が出た。ちなみに、イズムワークスの方で、この、なんだっけな。名前が出てこない。227系か。一応今、イズムワークスの方で227系タイムのやつがあるから、ちょっと確認しますんで、すいません、お待ちください。多分ね、でも、鉄これから223系とかってまだ出てないはずだから、多分対応がないと思うんですよね。まあ、発売近くになると、イズマックスの方から、まあ、これ対応しますよっていうのが、なんつうの、データ出るから、結構ね、イズマックスって分かりやすいんですよね、そういう意味で言うと。助かるっていう感じ。ライトユニット。これどうなんだ？国鉄新製の電車。機動車でいいのか。機動車で小湊、鹿島、国鉄。そうですね。多分まだこいつ対応の車両ってない感じかな。まあ一応だから、もし気になる方はね、発売近くになると発売されてくるかな。一応これアナウンスが出るんで、イズマックスのホームページ確認しておいてください。一応ね、ハイブリッド機関車の、ハイブリッド電車の HB-E210? 関東にいるやつとか、なんだっけ、水軍線とかにいる E200 型？あ
あいつらは一応ね、機動車の中に入ってるんで、まあ、興味がある人、機動車のカテゴリーちゃんと見ておいてください。で、こちらですね。デビューから65年、今も元気にいたいってこと、俺思ったのが、個人的にね、今回、路面電車出るとしたら、俺、北海道のやつだと思った。北海道だっけな。どっか忘れたんだけどさ、北海道かなんかで、ね、50年近く頑張ってきた、あの、路面電車かなんかさ、あの、インタビュー前日に事故った車両が確かあったんですよ。どこだか忘れたんだけど。それがね、今回出てくるのかなと思ったら、まさかの半回で、ね、半回が出てきた。悪くはないけどさ、個人的にはやっぱりさ、あっちの方が欲しかったよね。まあ、それは分からんけど。まあ、じゃあ、阪神電気軌道、大阪市と、堺市内で、2路線営業距離約 18.1 キロが路面電車か。まあ、新型の提唱3連接車両から今回ですね、もはや50の、他社4路面電車が接種しました。一番すごい路面電車ってどこなんだろう。やっぱり路面電車って広島、長崎か。今、長崎あるか知らねえんだけど。でも一応ね、路面電車見てみてんだよな、俺個人的に。どこだっけな、京急とコラボしてるの。確かね、京急のラッピングでね、路面電車がね、どっかのあるんですよね。広島が流せか忘れたんですけど。あんまりにも記憶力がある。まあ一応、もう500号車。南海時代の、50、5両が設置された1番車両と。まあ当時の最新技術が盛り込まれた、高専の電車。高専のデビューしてるか。リボ改造が、付属され、現在の活躍。本線品では2000年初頭の標準色から塗り替えられた、クマドレンジャーからあるんですけど、なんか可愛いですよね、これ。で、515機のトップナンバー。こちら、2010年頃のクマドイエローのカラーリングプロテクト。まあ、パンタグラフは可動式のため、交換対応ございませんので、総合用パッチセットに対応します。んあ、そういうこと。で、じゃあ、路面電車のこちら TM040 が、採用されておりますので、興味がある人はこちら。まあ、一応、今回のこちらの、鉄コレールはね、まあ、全部3月発売なので、まあ、そうです。3月って言ったら、一応、お値段的には、あれか、MAX の E4 系か。しかも、ね、E4 系がね、いくらだっけな、3万6000円くらいだと思ったんだよね、俺値段。腰が痛い、首が痛い、死にそうなんですよ。そうですね、あ、3万2000円か。え？これマジで言っちゃって、嘘？言うわけってそんな安かったっけ？ってか、お前がさ、3万2000円の新幹線がさ、2セット買ったら6万4000円じゃん。貨物高くね？なんで新幹線16両でさ、6万4000円なんですか？こっち貨物17両で6万7000円なの？ 6万5000円か。高くねえか？そこまでこき、あ、でもそっか。一応ね、ヤフオクとか見ると、こういう JOT のコンテナとかって、作ってる、売ってる方がヤフオクいるんですよ。俺もね、何回か買ったことあるから、同じ人から。確かね、福山通運と川崎コンテナ。なんかね、川崎のやつありますかって質問してみたら、あるよって言われて、結構ね、いい値段で、ほんとね、安かった気がする当時。買わしてもらったわ。まあね、ほんとにね、もしね、さよなら貨物車やりたい方、一度ヤフオク見てください。コンテナ頻繁だけ検索すれば、意外とヤフオク出てきますんで。ただね、出品されたばっかだと画像が入ってないことあるんで、それはまあ要注意なんですけど。まあそんなところですかね。一応まあこれで大手4社ね、今回発売出ましたんでね。そうですね。はい。まあ、そんなところかなとは思いますが。まあ一応、そうですね。まあ、一応来週まあ700新幹線が出ますんでね。まあまあそれは引き取りしてって感じで。一応まあ、いつもの、トレスさんに出ましたけど、いつも店員さんが出たんで、来週の金曜日。700円出るんで、その時は予約の紙を読んでますよ、つって。ラピートできちゃったよ。でも、ね、今回のね、GM の金額見たら、ね、やっぱりラピートがね、すっげえ魅力的に見えたんですよね。ピースあ。でね、その、鉄コレの話になっちゃうんですけど、こっちに関してね、ポポネットとかって、N ゲージの総契約っていうのは2割5分なんですよ。ただ、鉄コレって2割5、2割引きのやつが効かないんで、俺今回予約しなかったんですよ、1個だけ。9月。よし、こちらですね。何回のこっちの踏み込み暮らしの方に関しては、予約しませんでしたので、発売日は確か来年の1月かな。そうですね。1月は俺、ね、一応ね、N ゲージが好きで、常磐線しかないんですよ。成田線の常磐線。また139か。まあ一応だからこれに関しては、まあ、発売されたら、ポポンデッドで買うか、イモンで買うか、したいかなと思います。やっぱね、これでうち何回がね、1台っていうかもあるけど、一応揃うんですよね。一応ね、何回のこのスミクラッピングに関しては、イズワークスので、もともと何回1000系のキットがあるんで、まあそっちの方買って、まあそうですね、車両的にはこのオレンジの車両のところをちょうど、まあモーター車化したいですね。まあ位置的に一番楽なのがこのモーター車か。これがね、どういう車両かわかんないんだよな、クモハモハっていうのは。京急もね、クモハモハサハがあるんですよ。あんまり俺一日分かんないですよ。ジェルのが自分で分かりやすいか。セーブとか。まあそんな感じですかね。まあ一応ね、交互来てって感じでご了承ください。ってわけで一応それぐらいかな。あ、ちょっとごめんなさい。個人的な俺がそう、ジムビティンだ。まあ多分ね、下旬だから集めてってね、気がするんだよ。そうですね、12月11月、生産予定書。製品化決定、そうですね。でも、この発売予定書、古い可能性があるんだよな。ギリギリかな。そうですね、古いっすね。完全に、東急以来、更新されてねえ。そう
ょっと使い道が悪いんだよな、このサイトも。あ、間違えた。なぜかね、クロスポイントってね、ホームページはね、更新されないんですよね、全くもって。ちょっと気になるところなんですけどね。親会社がせっかくさ、なんだっけ、ホームページ変えたのさ、こっちも変えてもいいと思うんですけどね。個人的に。てか、変えてほしい。てか、データ更新されないのが一番まずいと思う。東急、ただ東急なんか確か発売されたらそうなんだけどさ、発売されてないことになってるからね、まだ。そうですね。この辺が、まあ、ザルって言われたら覚えないですよね、個人的に。でもツイッターの方見てると、確かクロスポイントって、ね、ホームページが5位なんですけど、ツイッターの方はね、結構生きてるんですよ。入荷しましたとかっていうのは。だからね、一応ね、クロスポイントとか GM に関してはね、ツイッター、特にクロスポイントとかツイッター見ることをお勧めするわ。東急だって俺、これ9月発売したとか知らねえもんね、正直言うと。されたっけ？ちょっと待って、ツイッター見てみるか。あれ、東急されてたっけ？記憶にねえんだよな。今2時半か。じゃあ、まあ、無駄話は50分か。G またたった。クロスポイント、秋葉原でいいか。俺どうせ秋葉原しか行かんから。一応ね、京急1500円の4両セットに関しては店頭とかで発売中ってなってるわ。一応動力なしの4両セットも在庫あるって。あとはね、京阪7209か。作品ができてるんですね、早めに。早いな、ほんと。あとは近鉄とかか。あとは、これは、藤川車両か。そうですね。一応、京急、まあ、一応入荷してますね。ライトユニット等も店頭ネットショップで発売中。この辺はどうでもいいか。てか、東急が発売されたことかわかんねえな。クロスポイント結構ツイートを見せるの俺みたいに。そうですね。トボ級9000。ちょっとお待ちくださいね。確かに8500はね、買ってる人を見たから分かるんですよ。あれは発売されてるって。ただね、9000系はね、発売されてた経歴見てねえんだよな。個人的にね、俺はね、結構好きなんですよ。あ、ちなみになんか東京追いません、ね。朝の8時から事故ったらしいっすね。なんかタクシーが突っ込んだらしいっすね。怖えよなぁ、ほんと。ちょっと待ってください。一応入荷で検索かけてるんですけど。そうですね。あ、一応9月18日入荷しますね。一応こちら。東京9000系の2次社、3次社。グリーンマックストアで9月18日、オース店は入荷したってツイートありますね。まあ一応これ、ライトニット入れる、キットなので、確かライトニット別売りだっけ？ライトニット別売りですね。だからね、作りたい人はね、作ってもいいと思いますよ。正直言うと面白い。俺はね、この手のキットは好きなんですよ、正直言うと。GM。まあ8500系と1000系しか持ってなかったんですけど。正直ね、このキット、俺ね、小田急欲しいんですよね。ただね、12月がね、予算ないんですよ、俺。福袋買っちゃったから、でかくは言えないんですけど、福袋買っちゃったんですよね。だからね、予算ないんですよね。だからね、まあそうですね。まあそんな感じかな。一応今日浅草線が午後どのようで出航するか、まあ多分まだ2時なんで出航台じゃないんですけど、多分6時とかになったらね、どんどん午後便が出航するんで、まあその時はちょっとでかくないかなと思ってね。行ったことはしたいと思います。で、また時間でご視聴ありがとうございました。